ようこそドールスタジオ線公式チャンネルへ。スタッフのしぎです。いつも線秋葉原店にお越しいただきまして大変ありがとうございます。最近は本格的に寒さが増してきて、温かい食べ物が恋しい季節になってきました。私も最近キムチ鍋をしたのですが、とっても美味しかったです。皆様は鍋でしたら何がお好きでしょうか。本日は秋葉原店に新商品が到着したので、恒例の一気見をしていきたいと思います。今回のラインナップはジャケットだったりアウターだったり、寒い冬にぴったりの商品がたくさん届いているそうです。どんなデザインが到着したかとっても楽しみです。本日は一気見になりますが、一つ一つの商品の詳細につきましてはライブ配信の方で一緒に見ていけたらと思います。リアルタイムでチャットを通じてお話をしながら商品が見れる楽しい配信になっておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。ライブ配信の日程につきましては線の秋葉原店のツイッターで告知をしておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは早速秋葉原店に入荷してきました商品を一気見していきましょう。それでは早速一気見をしていきたいと思います。今回は可愛いお洋服がたくさん入ってきております。まずは YOSD さんのお洋服から。 YOSD サイズ1着目はこちら。デザインはこんな感じ、黒のワンピースセットになります。こちらはこの黒地に金色の刺繍がとっても綺麗です。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、このクマさんのデザインのパーカーがとっても可愛いです。これですね。あと丈はズボンの丈は半ズボンですね。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、グレーのモノトーンのカラーがとっても可愛いセット服になります。あとこれ帽子もついております。これですね。こちらのセット服がグレーとこちらのパープル、こんな感じのカラーです。とそしてブラウンが到着しております。こちらもこのセーターとこのズボンのセットになっております。これからの季節にもぴったりなセットです。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、メイドテイストのワンピースセットになります。こちらはワンピースとあとエプロンがついております。これですね。あとこのヘッドドレスなんかもこちらついております。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、爽やかなワンピースセットになります。こちらのこのお花の柄がとっても可愛いです。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、チャイナ服テイストのカジュアル服セットになります。こちらはここの刺繍とか飾りとかとっても可愛いです。こちらのお洋服が水色とこちらのグリーン、グリーンはこんなカラーです。ともう一色ピンクが到着しております。ピンクはこんな感じのちょっとサーモンピンクっぽいピンクですね。こちらもとっても可愛いです。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、こちらはクラゲとか人手とか海のモチーフのワンピースになります。この深い青とかとっても綺麗です。こんな感じで、あとヘッドドレスなんかもついております。
4 SD サイズ。ラストはこちら。デザインはこんな感じ。よっこさんサイズのシスター服が到着しました。こちらはこのシスター服と、あとちょっと見にくいんですけど、頭にかぶる頭巾、シスター帽なんていうんですかね、が到着しております。小さな可愛いシスターさんになれちゃいます。以上が OSD サイズのお洋服になります。続いて MSD、MDD 用のお洋服を見ていきましょう。4分の1ドールさん用1着目はこちら。デザインはこんな感じ。ベストが可愛いカジュアル服セットになります。こちらはこのベストの他にも、中に着る T シャツとか、こちらのハーフパンツですねとかもセットで付いております。こちらがこのブラウンのデザインと、もう一色ピンクが到着しております。ピンクはこんな感じで、ベストのカラーがピンクですね。この辺ピンクになっております。こちらもフルセットで付いております。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。ボーダーの柄がおしゃれなセット服になります。こちらはソックスとかも付いております。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。こちらは獣耳のついた、これですね、パーカーのセットになっております。こちらも上下セットと、あとパーカー、フードのついているパーカーがついております。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。ダッフルコートのついたカジュアル服セットになります。こちらはダッフルコートだけじゃなくて、こんな感じでマフラーとかその他の装飾品もついております。今日はコートのついたセットがたくさん来ております。こちらがこのブラウンと、こちらのピンクが到着しております。こちらちょっとお写真はブラウンのままなんですけども、このダッフルコートがピンク色になっております。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。オレンジ色がとっても元気なイメージのカジュアル服セットになります。この顔が可愛いです。その他のソックスとかもついております。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。クマさんのT シャツが可愛いセット服になります。こちらはこの半袖のジャケットがついております。こちらになりますね。あとズボンとかソックスとかもついております。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。お花柄のジャケットが可愛いセット服になります。こちらはこんな感じでお花の柄がついたジャケットになっております。あとソックスとかもついております。目玉焼き、こちらがこのイエローのカラーと、こちらのジャケットがクリーム色のバージョンも到着しております。先ほどジャケットがイエローだったんですけども、こっちはこんな感じのクリーム色ですね。どちらもとっても可愛いです。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。黒のアウターがかっこいいセット服になります。こちらはこの黒のアウターの他に、あと上下のセット服と装飾品なんかも入っております。男の子が着ても女の子が着てもおしゃれに決まりそうです。続いてはこちら。デザインはこんな感じ。グリーンのフード付きジャケットが可愛いセット服になります。こちらはこのグリーンのジャケットと、あと上下のセット服と
あと装飾品なんかも入っております。このキャラクターが気になります。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、モノトーンのかっこいいセット服になります。こちらはこのジャケットの柄が特徴的ですごくおしゃれです。こんな感じですね。写真に撮ってもすごくおしゃれです。こちらがこのグレーバージョンと、こちらのジャケットのカラーがブルー、こんな感じですね。このブルーバージョンが到着しております。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、先ほどもクマ柄があったんですけども、こちらはまたちょっと違ったデザインのセット服になります。こちらも上下のセットと、あと装飾品なんかもついております。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、全体的にピンク色のカラーがおしゃれなセット服になります。こちらは上下のセットと、あとなんといってもこのピンク色のパーカーがおしゃれで可愛いと思います。あと装飾品なんかも入っております。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、クマ柄のセーターが可愛いセット服になります。こちらはこのこれですね、クマ柄がとっても可愛いです。あと他にも装飾品がついております。クマもついております。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、白と青のバイカラーのパーカーが可愛いセット服になります。あと T シャツなんかもついております。これがパーカーですね。カラーリングもとってもおしゃれです。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、うさ耳のついたメイドテイストのセット服になります。こちらはメイド服の他にもこの装飾品やソックスなんかもついております。今回はこちらが白と黒のバージョンと、こちらの紫色のバージョンが到着しております。こちらも黒と紫がとってもおしゃれです。こちらも装飾品ついております。4分の1ドール用、ラストはこちら、デザインはこんな感じ、先ほど OSD サイズのラストもシスター服だったんですけども、それの MSD、MDD サイズになります。こちらもシスター服の他にも装飾品とかもついております。以上が MSD、MDD、4分の1ドールさん用のお洋服になります。続いて SD、DD、DY、 3分の1ドールさん用のお洋服を見ていきましょう。3分の1ドールさん用、1着目はこちら、デザインはこんな感じ、赤と黒が綺麗な袴セットになります。こちらは袴のセットなんですけども、エプロンがついていてちょっとモダンな感じの袴セットになります。あとこういった感じで装飾品なんかもたくさんついております。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、シスター服になります。先ほど OSD さんと、あと MSD、MDD さんのシスター服をご紹介したんですけども、それの大きいお姉さんサイズになります。こちらのお姉さんサイズの方は後ろが長いタイプのスカート、フィッシュテールのスカートになっております。ボリュームも結構あります。以上が今回到着したお洋服になります。続いてウィッグを見ていきましょう。まずは OSD さんサイズのウィッグから。 OSD サイズウィッグ1点目は
こちら。デザインはこんな感じ、ライトゴールドのウィッグになります。長さはこんな感じで、ちょっと長めのロングのウィッグになります。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、ショートのブラウンのウィッグになります。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、ゴールドのロングのウィッグになります。こんな感じで結構長めのウィッグになります。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、お写真だとシルバーに見えるんですけども、実際はこんな感じでちょっとブルー味のかかった綺麗な色になっております。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、ボブ丈が可愛いショートウィッグになります。カラーはこのブラウンとこちらのライトパープル、このカラー、こんな感じの薄めのパープル、そしてこちらのピンク、こんな感じのピンク色、そしてもう一色ブラウンが到着しております。こんな感じの結構濃いめのブラウンになります。 USD サイズビッグ、ラストはこちら、デザインはこんな感じ、ゴールドが綺麗なロングのビッグになります。こんな感じでくるんってなってるんですけども、長さ的にはロングの丈のビッグになります。カラーもとっても綺麗です。以上が USD サイズのウィッグになります。続いて SD13 男の子、 SD17 用のメンズドール用のウィッグを見ていきましょう。メンズドール用1点目はこちら、デザインはこんな感じ、このおでこが見える髪型がポイントです。カラーはこんな感じのブラックで、丈はミドルぐらいになります。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、カラーはブラウンで、丈はショートのウィッグになります。こちらのウィッグが本日はこのカラーとこちらのブラウン、こんな感じのちょっと暗めの綺麗なブラウンと、そしてこちらのゴールドが到着しております。ゴールドはこんな感じのとても綺麗なゴールドです。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、アッシュカラーの綺麗なロングウィッグになります。ロングミドル目ですねのウィッグになります。カラーはシルバーの綺麗なアッシュ系になります。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、ゴールドが綺麗なロング丈のウィッグになります。こんな感じの綺麗なゴールドです。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、とてもワイルドな感じのウィッグになります。カラーはこんな感じで3色ぐらい入っているウィッグになります。あとこの三つ編みとかもとってもおしゃれです。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、黒のロングウィッグになります。こんな感じで結構長さがあります。カラーは完全なブラックですね。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、先ほど見ていただいたウィッグよりもさらにロングになったバージョンになります。このくらいあります。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、こちらはこんな感じで完全なホワイトのウィッグになります。長さはロングミドルぐらいですね。続いてはこちら、デザインはこんな感じ、
こちらはこんな感じでかなりロングのウィッグになっております。あとこの後ろのおしゃれな三つ編みがポイントです。カラーはライトゴールドになります。メンズ用ウィッグラストはこちら。デザインはこんな感じ。こちらもこのおでこが出るデザインになっております。あとこちらはこんな感じでゆるくかかったパーマもポイントです。カラーはシルバー系で長さが結構引かないと入んないかなり長めのロングになっております。以上が今回到着したドール用品たちになります。気になる商品はありましたか？気になる商品があったオーナー様はぜひ秋葉原店にご来店いただき、商品を実際に手に取ってみて、じっくりとデザインだったり装飾品だったり内容物を観察してみて吟味してみてください。今回は特にこんな感じでジャケットだったりアウターがついているセット服がたくさん入ってきたので、これからの季節のお洋服を探してみるのも楽しいかもしれません。秋葉原店で最高の一着を探してみてください。本日は秋葉原店に入荷してきました商品を一気見してみました。気になる商品はありましたか？今日見てきた商品の詳細が見れるライブ配信も行っております。チャットを通じてお話をしながら商品が見れる楽しい配信になっておりますので、ぜひ遊びにいらしてみてください。今日見てきた商品の他にも秋葉原店には膨大な量の道理用品がございます。季節にちなんだ特集なんかもやっていて、今でしたらこんな感じでクリスマス特集をやっております。千秋葉原店は定休なし、毎日12時から20時まで営業しております。秋葉原店までの行き方やマップも別動画で上がっておりますので、ご来店の際にはそちらの動画もご参照ください。皆様のお越しをお待ちしております。また秋葉原店まで行きたいけどなかなかチャンスがないというオーナー様もご安心ください。今日見てきた商品は千のオンラインショップでもご購入いただけます。千の秋葉原店在庫と千のオンラインショップの在庫は完全別在庫となりますので、オンラインショップ用の商品をご注文いただくことができます。オンラインショップでは年間を通じて季節にちなんだ特集だったりお得なキャンペーンなんかも開催しております。新商品も毎月たくさん出ておりますので、定期的にお越しいただくと面白いサイトになっております。千のオンラインショップのご利用にあたり、商品の見つけ方や基本的な使い方に関しましては別動画で解説もしておりますので、ぜひご参照ください。秋葉原店まで行きたいけどなかなか行けないというオーナー様は、ぜひオンラインショップの方もご利用してみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。千公式チャンネルでドールライフをもっと便利、もっと楽しく、スタッフのしぎでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。